札幌,札幌飛行場、札幌飛行場、札幌飛行場は、北海道札幌市東区岡玉町の陸上自衛隊岡玉駐屯地の飛行場であり、共用する民間施設や通称は岡玉空港、岡玉空港と呼ばれる。札幌飛行場は陸上自衛隊の専用飛行場、軍用飛行場であったが、1961年に公共用飛行場として、 指定と民間機の乗り入れが開始され、空港施設の名称から、岡玉空港と通称されている。設置管理者は防衛省となっており、陸上自衛隊岡玉駐屯地との共用飛行場となっている。札幌市中心部より、直線距離 6km と至近にあるが、最寄り駅は、札幌市営地下鉄東方線栄町駅で、栄町駅からは、車で5分程度かかる。 札幌駅からは、車で約20分約25分を要する、新千歳は、電車で36分。なお、北斗交通や中央バスなど連絡バスも、各航空定期便に合わせて、札幌市内数箇所と結ばれている。感染を担う新千歳空港を保管し、道内各都市への定期便の発着のほか、札幌観光の遊覧飛行、ビジネスジェット、北海道警察、 札幌市消防局、北海道防災ヘリコプターの防災基地、国土測量、報道を取材としても使用されており、大都市札幌市の空の玄関口及び北海道内の拠点空港として重要な役割を担っている。2013年7月より就航した三沢線及び2016年6月より、夏季限定で就航した静岡線を除き、定期便は道内路線のみである。 ジェット旅客機の発着は、プライベートジェットの飛来があるほか、2016年6月より、フジドリームエアラインズの静岡線には、エンブライル170が、夏季限定で、定期便として就航している。なお、2013年以降の夏季に、同社のエンブライル170による、チャーター便を名古飛行場との間で運航した、実績があった。太平洋に近い新千歳空港と比べて、 日本海に近く陶器に北西の風が海から吹きつけるため比較的降雪量や吹雪の日が多く欠航となることも多い。年間利用客数は現在国内25万1179人2017年度一時2006年に38万4183人となり昭和50年以降最大利用者数となる。しかし 全日本空輸グループが本空港より撤退したことにより利用が減少した。滑走路は14、32方向2500メートルであり、平行誘導路はない。滑走路とエプロンの間には距離があり、2本の取り付け誘導路がエプロンと滑走路両端を結んでいる。着陸帯の幅は300メートルであるが、景気着陸には対応していない。 滑走路南端のほど近くには、国土交通省札幌航空交通管制部があり、ICAO が定める福岡、FIR 管制空域のうち、北海道全域及び北東北の航空路管制を行っている。かつては、北海道航空協会主催の航空省である、航空ページェントが昨年開催されており、陸海空自衛隊機や航空庁保有機、個人オーナー含む、 民間機、米軍機も参加する盛大なものであったが2008年の第25回をもって終了した。しかし再開を望む声が多かったため、2012年より、各年での開催が復活している。定期便については、ジェット機は、千歳、プロペラ機は、札幌という住み分けができていたものの、1974年に、運航機材のジェット機化により、東亜国内航空が撤退。 1980年代後半に入ると、エアー日本が使用していた日本航空機製造 IS-11 が老朽化し、使用機材を Z 機に切り替え、発着空港を新千歳空港へ移転する降算が大きくなった。北海道及び札幌市は空港を引き続き活用させるべく滑走路を従来の1400メートルから延長し1800。 メートルとする計画を進めたが、騒音増大を危惧する住民運動が活発になったこと、それに加えて自衛隊による活用の幅が広がることを危惧する左派が強く反対したこと、一都市圏にジェット機が離着陸する空港を二つも抱えることの是非なども問題となり1997年にジェット機化断念するに至った。最終的に滑走路の延長計画は、 当初より縮小され、1500メートルとなった。一方、エア日本が、YS-11 の後継機種として、騒音の少ないターボプロップ機の DHC-8 を導入し、さらには、地域住民合意のもと、日本航空グループの北海道エアシステムが、ターボプロップ機のサーブ340を用いて、参入した。結果、ダブルトラック化によって増便されたことで、 利便性が向上した子から、全国的にも都市型コミューター空港として注目されていた。しかし、前進の日本近距離航空の路線開設以来、就航し続けていたエアー日本ネットワークが運用している飛行機がすでに製造中止となったこと、冬季降雪による影響が多いこと、乗客が減少傾向である、とを受け、 運航を委託している親会社である全日本空輸の決定により2010年6月末をもって、東飛工場から撤退し、就航中の路線は新千歳空港に集約することとなった。全日空は、整備拠点の一本化や乗り継ぎ需要を見込むことにより収支改善を図りたいとしている。撤退に先立ち2009年3月下旬に、全日空役員から撤退の打診を受けた。 北海道や札幌市は空港の整備を続けてきたことや観光、経済で大打撃を受けるとして断固反対する意向を示していたが叶わなかった。札幌市は空港の存続に向けて残る北海道エアシステム便の維持に全力を挙げる予定であると表明した。2012年9月11日に岡玉研究会党主催の 岡玉空港活性化シンポジウムにおいて、フジドリームエアラインズの鈴木予平社長の新千歳と岡玉も役割分担で発展の余地がある。短期的には DA の国内チャーター便を夏には何回か離着陸させることは不可能ではないとの発言から、岡玉空港が再度注目され、2013年7月7日に同社のエンブライル170によるテストフライトを実施し、 離着陸試験及び航空機騒音の環境基準検査として、百合ヶ原公園、滑走路南東緑地、空港ターミナルビル送迎デッキに騒音測定箇所を設置し騒音を測定している。その後、チャーター便の運行を開始した。2016年6月4日、それまでチャーター便の運行を続けていた、富士ドリームエアラインズは、静岡空港との間で、夏季限定で、 定期便を週に往復開設した。これが岡玉空港では初のジェット定期便となる。またこれにより北海道エアシステムとのダブルトラックが復活した。2017年からはこれまでの新千歳空港を静岡空港便を統合する形で毎日一往復増便されたものの1500メートルの滑走路では機体重量を減らして運行しなければならないなど 制約があるため、当器の運行実現には、降雪や路面凍結への対処などが課題となっている。空港ターミナルビルは、滑走路南側に一棟あり、地上3階、地下1階建て、ボーディングブリッジは設置されていない。札幌市、全日本空輸、北海道、日本政策投資銀行などを、主要株主とする、第三クターの札幌岡玉空港ビルが、 運営している。ターミナルビルから飛行機までの間は屋外を徒歩により通行することになるが、冬は路面凍結により歩きにくく転倒の危険性があった。このため2005年に空港の中機場としては全国初の歩行者用ロードヒーティングが整備された。飛行場に隣接する札幌市スポーツ施設、札幌コミュニティドーム横に 北海道警察のヘリポートや格納庫が誘導路に面して設けられている。航空会社が2社以上の場合、最前、太地の航空会社の機材、乗務員で運行する共同運行、コードシェア便。富士ドリームエアラインズが2016年、平成28年6月4日より、静岡空港便を夏ダイヤ期間に週2便で開設。初のジェット機による、 定期旅客便となり、札幌市岡線としては新千歳空港発着便、週5便と合わせて毎日運行となった。報道では、新千歳空港便が好調であることから就航日が重ならなければ一定の需要が見込めるとしている。路線開設にあたっては、当初は名古屋飛行場、小牧、県営名古屋空港便を目指していたが、 新千歳空港中部国際空港線と競合することから愛知県の同意が得られず計画を静岡空港便で練り直したことも報じている2017年平成29年度以降は夏大夜期間おおむね3月下旬から10月下旬までのみ運行は変わらないが岡玉空港便を毎日運行とし新千歳空港は運休日本航空と共同運行を行う 2018年、平成30年度より、松本空港便が、夏季季節運航として8月に就航。2019年度は、日本航空との共同運航を開始し7月中旬から9月下旬まで、就航する。本数、運賃等の詳細は、該当項目や公式サイトにて、最新情報を確認されたい。12月1日から3月31日までの、当期間。 札幌駅や札幌ターミナルなど、札幌都心間とのバスアクセスは、空港連絡バスは渋滞遅延を、見込み栄町駅との間に運行区間を短縮、一般路線バスは2017年、平成29年度をもって廃止されているため、栄町駅や添う駅で乗り継ぎが必要となる。中東地開放行事の際には、 東中トンチ所属の O-6D ヘルによるアクロバットチームノーザンレディバード北の転灯中が臨時編成されアクロバット飛行を披露する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。